はい、皆さんこんにちは、ゲーム水のアピューです。はい、皆さんこんにちは、ゲーム水のシロです。はい、ということで、はい、光重心化ね、来たんでちょっとね使っていこうかなと思います。はい、行きましょう。はい、光重心化、今回ファラオのクエストがねたまたま来てたんで、うん、ちょっとファラオのクエストで使っていこうと。はい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 、やってきました。はい、それレーザーバリアンですよね。はい、自分これ初めて使うんだよね。うん、あ、マジですか。もう自分何回かね、これ深夜アップデア系の朝ね、もう更新入ったんで、うん、ちょっと朝自分使ったんですけど、うん、やっぱね強い。マジこれ結構ね、てか強い、ね、早かったな。やっぱゲージ以上、あ、初速ですか。初速ってか、なんか、ね、残り方もはいはい、だいぶあた、あ、そのスピード型なんだ、だいぶ動いてる感じあったけど、まあ大きく変わった点は、うん、飛行16割は変わんないんですけど、うん、ゲージでダッシュが追加されたんですよね。はい、でこれのおかげでね、あ、俺3キャラかね、やばいんですよ速さが。でこのダッシュがね、クリティカルあることによってね、もともとそう、もともとの攻撃力がゲージ成功は 25,500 ぐらいなんですけど、クリティカルのおかげでねなかなかね結構出る。そう、やんちゃなことが多い。でこれで友情コンボから言うと、全属性のさ、やっぱねこういう重なってる今の位置とか最高じゃないですか。うん、重なってるところのね殲滅力ね、やっぱめちゃくちゃ高いですね。全属性結構外れだから、使ってみるまで火力わかんないかなと思ってたんですけど、うん、てかそうだね、まあ、全属性に関してはこれまでね、うん、ノアの進化しか皆さんは持ってなかったから、みんな逆にこれで使う機会で強いと思う人の方が多いんじゃないの。うん、そんな気がする。で、あ、やべ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 、ノア進化さ、割と強いって言ってたじゃないですかね。うん、なんか実は強いよランキング言ったりしてたじゃないですか。うんうん、でも改めてね、やっぱゲージ、あ、違う、あれ強いと思った。全属性結構エナサ、全属性エナサが強いっていうより、あの範囲がね割と優秀、ちょうどいいよね慣れない、ね、全属性エナサは、はい、結局は誰かに当たってるしな、そう、つかることはないよね。うん、でここホミキいるから若干分かりづらいんですけど、ホーミングもね全属性といえば25発出てるんで、うんうんうん、2体と変えるとやっぱ殲滅力が強いよと。はい、ちょっと喋れないで、あと何かな。であと他に変わったとしたら、ステータス、やっぱその予想動画でも言ってたけど、ゲージ追加されたんでやっぱ攻撃力下がったんですよ。うん、面白いか下がってて、なんだろう、神化の攻撃力よりゲージ成功前攻撃力がやっぱ低くて、うん、でメテオ倍率も30倍が今20倍に変更されてるんですよ、うん、重心化して、うんうん、なんで追撃が60何万とか出てたのに、うん、過激なしで 42.5 万かな、はいはいはい、大体だからちょっとやっぱ下がったねっていう。でも20ターンっすよ最速。20ターンはこれがやばいっすよ、ね、価格でしょ結構価格っすよね。20ターン でかつ24ターンの方で、まあ、42.5万、うん、でね20倍って言われてたんでね、過激の恩恵がめっちゃ受けづらいんですよ。うん、特急 L 過激、同族過激つけても6万しかよく変わんないんで、うんうん、そんなにない、うん、じゃあそうだから過激の恩恵少ねえからいいかなと思ってたんですけど、あのね2段階目の SS で、うん、貫通変化するんですよこいつ、うん、メテオ SS の前に。その貫通変化の攻撃倍率が 1.4 倍大体で、これがね 1.4 倍もあったんだね、はい、破格っすマジ 1.4 倍はやばいマジ。メテオ SS ってクラマとクレパと強いじゃないですか、うん、まあ、そのクレパとクラマはなんで強いかって言われてると、メテオ SS の弱点である単体 A のダメージが出しづらいっていうのはね回復されてるんですよ。確かに単体にも火力出せるんですよね、周りにいる雑魚次第で。別にねメテオ使わなくてもいいと、逆か弱点往復とか、そう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 、カンカンっていうか貫通なって攻撃しに行けばいいっていう使い方もできるようになったんだ。そうなんですよ、光もだからそれクラスで、貫通変化で単体に対して ダメージを出すか、うん、雑魚の殲滅かで選べるのがねめっちゃいい。すごいな、確かにめっちゃいいですね。これだから1個貫通変化で使いたいんですよね、1本。これ変にやるとマッチしちゃったよなこれダッシュしないと400なんぼって感じなのか、うんうんうん、ダッシュすると体感値700超えるらしいんで700ってやばいっすよね700やばいってか、うん、体感って言ってる時点ですでにやばい体感したこと体感したことないから700の体感値完全にもう完全にてか700出てるよね。700超えてるんですよ。
外出てるあれかステータス画面です。そう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 、はい、マジこれ、うん、最初 1.4 倍じゃなくてね、なんか属性倍率かなんか入れて計算してたせいでね、めっちゃ貫通変化弱いと思ってたんですよ。そしたら 1.4 倍あってね、これめっちゃ強いんじゃないかっつって、てか強いんですよ現に。ちょっと SS 使いたいね。使いたいですね。溜まってないし2段階目ファラオがね。でこの後ちょっとね、そのスピードをちょっとね体感すべくね、うん、35回にも行ってみたいなと思ったんですよ。はいはいはい、さらにね、うん、さらに。これさ、縦感 SS さ、マグメルの SS とか打ってさ、35回縦感したらどれぐらい動いてんだろう。ああ、あれで綺麗に縦感して3分ぐらいは動いてんだ。3分は長いでしょ。こういう時いいよな、25。でやっぱね、A そんな神化の方が好きだったけど、俺ボーレー結構好きなんですよ。いやいいよねこれ、ボーレーかなり良かった、びっくりした。ボーレーマジいいんやこれ。自分じゃこれ1段階目使おうかな。あーいいっすね。じゃあザコ処理使うか、うん、これはねまた便利なんだよな、ほんと。さあちょっと1段階目びっくりするぐらい早いんですよ、びっくりするぐらい早いんですよ。はいはいはい、十分だよね。神々やつおるんだよな。これちょっと右ずらします。マジいらんのマジこれね、左右ね、だってマッチ入っちゃうんですよね。縦さっきのとこもそうだったけど、お1段階じゃん。そう、ね、じゃあ35回2段階使いますか。でこれちょっと自強化使ってみます、ね、そうだね。ストレーショット、これで後で倍率計算しよう。4万5千、4万2千だった。4万2千、属性倍率あるからさすがに暗算で 1.33 計算できない。しかも今ダッシュミスってたでしょ。まあ、SS 検証は35とかでやりますか。うん、てかいいね、やっぱなんか使いやすいね、うん、あとあれがいいよね、飛行重力でメテオ SS っていうのが、まあ、ガリレオとかその辺しかいないんですよ、うん、まあ、クラマがいるっちゃ終わりなんですけど、うん、まあでもちょっと使い方はやっぱ全然違うよね、うん、違いますね、クラマとかと。クラマと違うし、あとやっぱパンドラとロビンとね使い分けができるのがめっちゃ大きい、うん、そう、どっち使うってなった時にそのメテオが欲しいとこだったら光採用されるじゃないですか、うん、なんでしっかり使い道作ってきてくれるのが嬉しいですよね、うん、ってことで、まあ、これがあれか、まあまあ、今ちょっと設定どういうとこが強化されたかっていう説明したかっただけなんで、うん、うん、また次35行ってみますか、はい、行ってみましょう。はい、はいはい、皆さんこんにちは、ゲームイズナウピロです。はい、皆さんこんにちは、ゲームイズのシロです。はい、ということで、はい、光重心化ね使ってみようということで、はい、35回これいきました。まあここ速くなるからね、加速も1本いて、うん、その3速くしたらどうなるんだと、はいはいはい、ということで光を2本と、まあ、ちょっとウリエルいるんですけど、なるべくね光が分かるように。いけいけ、おこれこれ、まだまだ動く、このねまだ動く普通、えこのスピードでね、クリティカルやっぱやばいんですよね。いいんですよね、超それ。あんだけね、うん、動いたら出るね、うん、出る、そう、何回か出るのも上がる、上がるっていうか体感上がってるよね。そうで、これをね、メテオ衛星する時の弱点往復で使った時に出るともうね自強化衛星なんですよ、ほとんど。確かに、うん、ここまでなんか雑魚処理に優秀な友情コンボが2つあるとねかなりいいっすよね。今のもとかも上とか倒したりどっちにも対応できるもんね、うん、結局。ただやっぱ近距離向けっすね、連続性はね、うんうん、連続性は近距離向けかなって思った。早いなぁ。早いですね。こんぐらい早いとやっぱ超いい、違ってくるよね。違います。これまでなんかそんなさ、はい、速いスピード速い速い言っても、うん、なんかその後がね結局ね、どういうかやることない、まだこれそっか、まだ、うん、そうっすね、縦一択です。で壁当たれねえか、難しい。しょうがない、すいません、俺が処理しながら。でこれちょっとねマグメルのね生成強化してね、どれぐらい止まんないかみたいなのもやってみたいんですよね。
加速のウリエルの拾って、はいはいはい、結構止まんないんじゃない？結構止まんないと思います。みんなもう、そう、まあちょっともう一個前の動画でね、もう一個前というか前半で多分性能とかを説明したので、僕は2段階目はちょっとね自強化で使ってみたいなっていうのがあるんですよね。若干やっぱこれまで今の最後のなんか10ヒットぐらいなかない気がし、ない気がするもん、うん、いや700ありますから700か、700やばいんですよね。700はね、飛車5入射は1000、はい、1000いくもんだそれ500超えたら1000いくアファロンも1000いっちゃう。アファロンは違うか、飛車5入、あ、いくよね。うわ、いや早すぎだった。これまあちょっと加速かなあれもあるけど、でも早いっすよね。でも早いね、うん、ね、それこそ普通のところでも、うん、こういう加速持ちとも組み合わせてももっといいってことだよね。時間かかるんですよね止まんないからそう、これ原則ね、このなんかウリエルのシューンって止まり方とちょっと違うよ、ね、違う違う、最後の伸びがありますよ、ね、伸びが、うん、それはさっきのやつも、うん、感じた、うん、初速も早いけど、初速早い、ここ初速遅くなるからこのクエストは、ね、はい、あ、違う、プリンだとは思えないもんなはいはい、はい、いやよかったね、光重心化、うん、強くなりましたね とりあえずとりあえずね、はい、もう本当使い分けだよな、さっきも言ったけど使い分けできるのがいいよな。これはいいよね、これもしかしたらワンチャン複数いたら、複数いたらその楽な方の友情に入るかも。この伸びがやばい、伸びが、うん、最後の、いやこれ意外に艦隊性能もあるよ、うん、艦隊性能は、うん、そうですね、もともと SS 側も自強化にで使える時点でね、メテオ複数っていう考えじゃなくなるんで、これは確かにメテオね、これまで通り被ってたらなんか、うん、そんなまあいらないっしょみたいなのあるけど、ただね SS ね、スピード倍率がちょっと若干あれなんだよね。そう、攻撃力が 1.4 倍になるといえど、まあもともと速いから関係ないんだけど、結局すごいちょっと入ってもらってきた、うん、ほうらいほうらいちょっと剣取りたいですね、剣取りたいね剣取りたい、ハートがそこまでなんかあれですね、一段階打つ場面もないな。あ、でもこういうところザコショイできたら楽っすもんね。楽だね、速殺あったら打ったのか、速殺つけてるともっと早く打てるもんな、はい、まあでもちょっと過激っすね、過激欲しいですね、やばい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 、ガニ友情遊撃とかもいいのかな、遊撃、あー、まあもともと1万超えてますからね、あれ全属性の G サークルが、遊撃もありかもしれない。うわ、動撃が欲しい感はありますけど、倒した。オッケー。先はちょっと早い気がする。そうね。使おうかな次。これ倒すんじゃないですか。倒せ。お、ラッキー取れた。そう、こういう時いいよね。やっぱ意外とね、殲滅力あるっていう。微妙はいはいはい、すこぶる微妙だった、やっぱ距離があるとね、いけ、OK、SS あとでも使えますもんね、使える授業会ね、これボスか、はい、まあ、うん、普通に使えてますね、使えてますね、でかっ
持ってるな。でも意外に自分光も1体しか持ってなかったんだよな。え、マジっすか。うん、びっくりした。意外だそれは。光なんか結構出るイメージあったけど。そうそうそう、クルパドだって3体ぐらい持ってますよね。持ってる。多分ナナミと間違えてたんだと思う。ああ味方ってことですか。あ、そうなんだ。意外になんか持ってる人も多そうだけど光。いや自分もそう、うん、2、3体持ってるんだろうなと思ってるんだけど、うん、持ってなかったっていう。光ね、なんかめっちゃいた。光もう一体欲しいな、はい、これちょっと複数欲しい変あるっすよね、うん、性能っすね。危ない、クリティカルって言ったら危なかったな今。これ艦隊も作りたい。俺重心化できないんですよ今。なんで。あ、重心、重心流両方ない。光もなんだっけ、光となんだっけ、水だっけ、なんもないんですよ重心流が。配られなかったっけ最近。いや、壊れないです。足んないか。玉露とかのやつはもう全部使い果たしたんで、もう基本重心化待ちしてるのがめちゃくちゃいて、あ、もらった瞬間に誰かしら重心化するんですよ。もう並んでんだ。はい、並んでんすよ順番待ち。だから光多分相当遅くなる。マーリンですら1体しか作ってないから。マジか、はい、ちゃんと作んないと。ああ、これは絶対でしょ。重複でだからやられてないの受けるの。どういうの使ったら受けるのこれ。こっちか。使ってみるのありだっけ。あ、あり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 か。使います、ね、使いましょう。地球化で使いましょう。大丈夫か。まあこれは持ってくるでしょ、間違いなく。間違いなく持ってくるね。いやー強いね、強いね。レテの部分どっか行っちゃったね。いやー強いな本当。これ自強化ぜ、ずるいなマジで。これ自強化、え、これね、あ、自強化だに見えるけどね、これ意外とすごいことなんですよ本当に。あれすごいよ、だって普通のメテオスですよ。確かに、エッセスじゃ絶対できないからね今の。そう、意外といいとこ取り、完全にいいとこ取りになってるもんな。意外と普通に見えるけど今の結構すごいことだからね、メテオエッセスあれやるって。これ強いわ。友情もなんだかんだいいんだよな。なんかぶっ壊れってほどではないけど普通に強いですね。うん、うんうん。結局使えるところも多いしね。うん、これ来ないかな、超爆絶で。ジョフは、ジョフ、ジョフ早っ、活躍早っ。動きすぎ、動きすぎ。ジョフね、逆スピード爆弾みたいな来るんですか。あ、スピードが低ければ低いほど大ダメージみたいな。オーディ波ダメよマジ。そう、これがいいんだよね今のダブルサークルだからね。あのヒットポイント削ったの、はいはいはい、ダブルサークルじゃねえや。全属性サークルや。これ見えないな、地獄竜。次あ、でもこういう時も貫通変化で倒せるのがいい。そうそうそう。お、でかい。ずっと剣持ってる。ずっと剣持ってる。やばい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 。やばい。クリティカルやばい。いやークリティカル対象いいよな。やっぱ700は違うわ。700ってこのこれはもう多分、うん、1万キロぐらいスピードかも、加速か、加速壁あるから言ってると思うけど。1万キロって。な。これもいいね。結局ザコ倒してくれるからな。いいぞ。レッドブル飲みそうになった。これ難しいですね。これひよくなりたくないな。なりたくないな。こっちだし、想像以上に速いですからね。あ、
いやダメだよねやっぱ。まあ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 。ザコ倒してからにします。で最後光でとどめ刺します。そうしよっか。確かに、はい、意外にここやっちゃうんだよなボス。そう見て、そう下げるとやっちゃうんですよね。あ、てか、あれ、あ、そっか、3個当たってたんだ。あれ、これ倒したら魔導士ですよね。魔導士、まあ大丈夫か。よし、これで治ってもらっといて、5回以上で3体、3で、ウリエルの号令で魔導士倒してって感じにするんです。多分意外と加速しますよ。大丈夫だ。 OK 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 これでも そう考えるとやっぱそのスピードっちのなんか体感っていうか、うん、それがなんかずれますよね。ずれる若干。そのこのぐらい止まるだろうってさ、今まで体感したことなかったじゃないですか。結構本当に光は止まんないって感じあるね、うん、これ左さっきさ縦薄くいって右返ってくるんですよ。確かについてたけど、うん、これちょっとハットリックか。お、でもやりやすくなった。で、あ、これって魔導士か。まだ男子というかいいか。これ次耐えれるよね。大丈夫だよ。よし、OK、うわー、実況が邪魔や。あ、でも横ありかも。横へ使うメジャーも、はい、横めっちゃ下いきそう。めっちゃ難しそうこれ。確かにこれだって絶対下いくよね。絶対下いきます。相当薄くないと角度つけんだもんな。これどうだ。それちょっとどうだろう。でもいいやつ。うわ強っ強っ強っ。まあ下がってるとはいえ、あ、パッとしてる。 あ攻撃アップがあったってことか。あの今、うん、いいね。やっぱメタもいいよ。だって普通忘れてるもん。うん、いや普通忘れてるもん。今たまたま忘れてただけな気がするけど。はい、ということでひかりちゃん、はい、これどうなんだろうな。普通に使えば強いと思うんですけど。うん、いや、うん、最近の重心化では結構、うん、いい性能もらってるんじゃないかなと。そうだよね。はい、光見ときますか。見て、最後見ましょう。モンスター図鑑だ、悲しい。はい、ギャラクティカソニックドライブがやっぱね、強い。あ、1段階目のちょっと地球化倍率がまだ分かんないんですけど、うん、2段階目は 1.4、 はいはい。でちょっとスピード倍率まではさすがに分かんないんですけど、ね、でしょ。いや、これはもう共鳴と仲間入りだな。これ共鳴手お仲間入りパターンですね。で今ちょっとどっちかというと自強化寄りで使ったことが多かったんですけど、うん、普段だったら貫通変化してメテオエーセスのようにも使えるよと、うん、で追撃が 42.5 万かな、うん、で同族 L で 48.5 万、うん、だからまあ過激 L でもメテオ自体には恩恵ないんですけど、うん、1.4 倍の倍率がかかるなら普通に過激の恩恵も結構大きくなってくるんで、うん、まあ、過激ありかなと思ってます。確かに結局どっちの威力も上がるんだったら過激無難だよね、うんうん、はい、過激無難ですねかな。で、まあ、何が強いって他の敵が闇属性じゃなくても結構使えるんじゃないかなと、うん、使う友情は確かにね、うん、補っていけるもんね、まあまあ、友情はそうですね。で、あとはダッシュとクリティカルの相性が超いいですね、うん、クリティカルになると思わなかったな。その重心化クリティカルってあんまなんかつけられないイメージがあるけど、これでクリティカルは確かに、うん、これ強いですね。強いですね。ひときで厳選しときたいですね。水溶きになると嫌われちゃうんで、ね、なるほどね、はい、うん、あとあれかな。あ、まあでもスピードダッシュ込みだからあれか。そう、山竹ゼロでスピード爆弾をちょっと食らってみたいなと思ったんだけど、義務の方が高いか。義務500超えますもんね、あいつ確か500近くですよね、うん、うん、ってことでまあそんな感じです。はい、
でまたなんか適正クエストとか来たらちょっと使ってみようかなとは思います。まあ、現状でも行けるとこいっぱいあるしですね。とりあえず十分十分十分です、これは普通に、はいです、はい。まあなんかね、いろいろ使い方とか、なんだろうね、使ってみた実際ね感覚とかあると思うんで、それもあのコメント欄でぜひね盛り上がっていただければと思います。ぜひぜひ、はい、お願いします。まあ、光も古いキャラだからファンの人もね多くいると思うんで、ぜひチャンネル登録、そういう人は、ね、よろしくお願いします。お願いします。ツイッターやってます、はい、ゲームズ SNS もやってますね、やってますね、ぜひ、まあ、登録まだの方はこの機会によろしくお願いします。で今回もゲームズ RPG スタジオ4からお送りしました。しろ、ナグロでした。シロでした。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございました。